孫育は、新末民発の政治家、革命家。中国同盟会以来の革命派人士だが、後に、遠征外の皇帝即位運動に加担した人物である。字は昇降。1906年、東京で中国同盟会に加入する。同年中に帰国して、革命派の放棄をもくろんだが、ことが漏れて逮捕された。これにより5年間の時計を言い渡された。 1911年の侵害革命勃発とともに、革命派から救出され、公設根軍総部副秘書長に任命された。1912年3月、孫育は暗記都督に任命された。同年7月に、北京へ召喚され、臨時参議院議員に選出される。その後、北京政府政治会議議員、総統府高等顧問を歴任した。1913年3月、 約法会議議長に任命された。同年5月、参政院参政院に移動し、県政研究会を組織した。1915年8月、孫育は、陽宅、玄福、劉子、土川、李理和、は、小明と共に、遠政外の皇帝即位を支援するための、光る安会を組織した。しかし五国戦争の勃発もあって、皇帝即位運動は、失敗に終わる。 1916年4月、孫育は、天津へ逃げ込んでいる。このため、同年7月に指名手配を受けてしまった。1918年3月、読書された。1924年、カナン正しり固形の将兵に応じ、孫育は、開封県を訪れた。しかし間もなく同地で病没した。去年53、ありがとうございます。